ました。キャプテン本田義人チャンネルでございます。このチャンネルは元日本代表の本田義人さんがゲストをお招きして、対談していく番組となっております。ということで本田さん、はい、よろしくお願いします。よろしくお願いいたします、はい、でですね、今回のゲストもリストですね、まあ、前回に引き続き鈴木啓太さんをお招きしております。はい、こんにちは。はい、ケイザー、よろしく、今回も。よろしくお願いします。まあ、前回はね、期待する選手、まあ、6人ほど挙げてもらったけど、まあ、今回は、もちろんテーマあるんだけど、佐々木さん、じゃあ、テーマいきます？そうですね、では、はい。今回の動画の、テーマの方を発表させていただきます。はい、今回の動画は、鈴木啓太が今まで対峙して嫌だった選手、ベスト3。ということで、ベスト3人か。ケダーが3人大変じゃん。いなかったでしょ、別に。対峙して。3人、いやいや、あの、3人に絞るのが大変ですよね。ああ、いっぱいいたんだ。そんないたんだ。いや、いっぱいいるじゃないですか。そんないっぱいいますよ。まあ、我々のポジションはね、本当大変なポジションだから。はい、本当にもう、ね、一番上手い人たちが。そう。マッチアップする選手は大変な選手ばっかだからね、はい、いろんな癖がある人とか、うんね、速いとか上手いとかも、うんね、うん、確かにやっぱ強烈にこう、うん、いろいろな記憶がありますけど、うんうん、どうしてもその嫌だったっていう記憶で言うとですね、年齢が上がってからっていうのは、うんうん、嫌とかっていう感覚じゃなくなってきますよね。どちらかというとどう対処しようかなぐらいの感じでやるので、やっぱ若かった頃の、うん、うわーっていうのは結構自分の中に残ってて、うん、そのやっぱベスト3でお話しさせていただくと、うん、はい、いいね、まず第3位が、うんうん、第3位、エジムンドです。あ、エジムンド、また強烈な個性だね、はい、うん、これあの対戦するのってもう多分1回とか2回ぐらいだったんですよね、ヴェルディに来てっていう感じなんですけど、うん、そうだね、その時の印象が強くて、うん、もうね、何なんでしょうね、多分 J リーグって簡単って思ってたんじゃないかなって思うぐらいめちゃくちゃうまかったなっていう感じですね。で、あ、当時はだって、まあ、代表ではなかった、代表ではなかったですけど、ね、でそうですね、代表終わって2、3年後ぐらい、何年かた、うん、はい、レッツにも来たんですよ、3ヶ月、4ヶ月だけ。あ、そうだっけ。そうなんですよ、実は2002年かな、レッツに入って。あ、そうなんだ、はい、全然記憶抜けてる、うん、まあ、本当に多分試合も2、3試合ぐらいですかね、やって帰っちゃったんで。でもその時ももう練習の中でめちゃくちゃうまいし、だ、うん、から多分本当にこいつプロサッカー選手かぐらいの扱いだったんで、ああ、何もできなかった、はい、何もできなかったです僕。あ、そう、取りに行ってももう片手で抑えられるし、うん、あ、まあ、強いですよね。まあね、フィジカル、まあ、体幹もそうだけどね、はい、びくともしないもんね、こうガンってタックルいったってさ、はい、強くてうまくてなんか怖いし、そうだね、まあ、なんかその威圧感あるよね、本当に顔自体がさ、そう、顔が怖い、高圧的な顔してるじゃん。そうです。あれって、ね、まあ、武器じゃ武器だよね、なんか嫌だもんね、マークする側は、はい、でこう味方になってると、うん、すごく頼もしいんですけど、うん、なんかパスとかずれるとなんか怒られるんじゃないかなみたいな、また嫌だった。気使うね、気使う、確かに確かに、そういう意味で嫌だった選手ではないですよ。まあ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 。で、面白かったのが、あの、うん、エメルソンっていたじゃないですか。エメルソンだね。うん、まあ大体あのディフェンスに聞くとエメルソンは嫌だったっていう話聞くんですけど、いやーもう最悪でしょ、マッチアップしたら。で、そのエメルソンがうん、エジムンドに対してめちゃくちゃ気使ってたんですよ、うん、エメルソンはどっちかっていうと王様タイプじゃないですか、基本的には。どちらかというとね、うん、はい、なのにそのエジムンドが来てた 3,4 ヶ月はすごい静かだったんですよ。だからブラジル人って結構あるんだよね、その関係性がね、ジーコも、まあ、うん、ジーコ当たり前なんだけど、うん、関係性がそれぞれブラジル人の中代表クラスの中でもね、ヒエラルキーがあるんですかね、ちゃんと、うん、絶対ある。
はあると思う。間違いなくあると思う。そう、それが面白かったですけど、うん、まあだからそれだけブラジル人からしても、うん、そのいくら日本で結果残してる選手でも、うんうん、エジムンドっていうのは一目置かれた選手ですし、うん、実際に対戦してもチームメートとしても、うん、この選手は本物だなって思いましたよね。本物がね、まだ来てたっていう JB だよ、JB でね、うん、すごいよね、はい、なるほど。それでエジムンド選手2人目はですね、はい、本田康人さんともチームメートだったビスマルク、うん、ああもう同じくです。ビスマルクすごいっすよね、あいつすごい、うん、思い出しただけでももうなんか疲れる頭が。逆にあの本田さんからしたら、うん、何が優れてた選手に見えます、ビスマルクは。あ、まあ総合的な技術も当たり前なんだけど、普通ね、マンマークでついてたから普通嫌がるんだよ、うん、まあ、嫌がってたけど、普通はねパスで逃げたりとか、まあ逃げるって言い方どうかもしれない、まあ一応こう選択肢がいろいろある中で、あの1対1を常に望んでくるわけ、うん、やっぱこいつをかわしたらチャンスになるって思ってたりするから、うんうん、で意地とかもあって、だからそういうとこすごいな。もう俺は1対1したくないのよ、疲れるから、取れないし、なんか、はいはい、なのに望んでくる。で一番ねこいつすごいなと思ったのはケツだね、ケツ。あ、キープのケツ。でかいっすよね。ガーンってケツ入れられたらガーンって。全然ビクともしないのよ。でなんとか足の間から足入れてとか、もうファール気味だよね。うん、もうファール覚悟で止めるっていう。うん、まあ、ジーコからね、ファールしろって言われたから。あ、まあ、そうなんですね。まあ、ファール気味でボールを奪えたらっていう意味なんだろうけど。だから僕、多分、全盛期の頃、のビスマルクと対戦してないんですよ。あ、まあそうだね。だから鹿島に行って、うん、で、まあ少しこう落ちてちょっと太り始めてきて時のビスマルクだったんですけど、うん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 、でもそれでも全然ボール取れないし、僕もマンマークしろって言われてたんですよ。しかも水飲みに行っても水飲むところまでついてけって言われたんですよ。うん、うん、それ一緒一緒。一緒。いや、マジですか。一緒一緒。いやだからそのぐらいやっぱ危険な選手だったっていうことじゃないですか、うんうん、そうだね。でそれがもしもうちょっと前にもっと走れてて、うんうん、まあ鹿島の頃は、まあ、もう少し経験値が積んで頭を使って、うん、さらに頭を使ってっていうことあったんでしょうけど、うんうん、あれで動けたらすげえ嫌だなって思います。いや、うん、そうだね。もう技術が高いですよね。いや、もう高い、すごいですよね、うん、いや本当にあの選手は嫌でしたね。いやー、本当嫌だったね。ビスマルク、はい、同感です、同感。さあ3人目です。ベスト1位3位だから1位、はい、1位はですね、僕はまあ日本のナンバー10、うん、中村俊輔ですね。はい、まあ、でも元気ですけどね。俊さんは特別すごい強いわけでもない、まあ、まあ強さはありますけど強いわけじゃないじゃないですか。まあまあまあそうだね。で、うん、はい、やっぱボランチなのでボールを取るために体寄せれたりすれば、うん、まあ取るチャンスって増えたりするじゃないですか、うんうん、でテクニックがあるとかないとかっていうことでボールが取れないんじゃなくて、うんうん、あのポジショニングがすごくうまくて、あ、こいつマークついてきそうだなってで、うん、見ると、うん、わざと引いて、うんうん、自分のポジションを開けさせようとしたり、俊さんの技術の高さがすごいんじゃなくて、それをすべて計算しながらプレーして、どこにポジションを開けさせようかとか考えながらプレーしてるのが ものすごく嫌でした。頭が疲れる、そういう選手だったなと。で、当たりに行こうとするとなんかこうまた動いてボールに寄せれないっていう、前世紀というか2001年あたりとか2001年2年あたりとか、まあ、その辺もすっごくやりづらかったですね。まあさ、あの背負ってガツガツ来られて背負って受けても全然受けれるし、全然ね、うん、取られない自信があって技術あるからできるのに、別にそれをね、うん、やらないんだよ。やらないですね。俺もマッチアップ何度もしてるけど全然ガチャ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 したことない。そうそう、なんかなんか当たれないですよね。そうそうなの。もうさ、ボールがないのにさ、バーンいけないじゃん。そうそう、俺はボールを持ってる時にバーンだから、はいはいはい、そのタイミングかかってるじゃん、こうその球際バーンっていうのを伺ってるんだけど、はいはいはい、もう俊介の場合はもう全然そんな感じにならない。それなんですよね。なんか時間と空間を操られてる感覚で。いやいや、もうさ、小さい頃からサッカーのとか言ってさ、
もうサッカーオタクじゃん。考え、もう24時間サッカーのこと考えてるタイプでしょ。はい。それはもうそういうポジショニングとか、例えば俺が思うには、マークついてくるタイプによってもプレーを変えてると思うよ、俺は。うん。今日はこのマッチアップで多分対戦するだろう、まあ、ボランチの選手がこういう選手だったらっていうのを、うん、もう想定はしてると思うよ。そうっすよね。うん。じゃないとあそこまでプレーできないっしょ。もうだからそう、なんかこっちの頭の中見られてんなみたいな。うん、そんな感じよ。そんな感じですよね。もうで、もうあとその左足がもうとにかくすごいじゃないですか。だから左ケアするじゃないですか。するね、間違いないね、それはね。でも右に行くじゃん、右に行ったりするわけじゃないですか、うん、そうだね。でやべえと思って行くじゃないですか、うん、そうすると左行かれちゃうんですよ、ま、そうだね。そうなんだよ。だからまあ術がない、なんかどうやったってっていうのはあるよね。だから うまく本当に何人かでボール取るとかしないと、うん、もうちょっとこうキックフェイント一発でやられちゃったり、分かってるのにっていう、うん、そうそう。あとあいつさ、まあやっととかもそうらしいけど、上から見れる感覚でいられるわけでしょ、うん、はい、それはプレーしながらさ、こう上からか状況を見れるような人間って何って話じゃん、俺らがしたら。ほんとそうですよね。それをこうなんかどうにかうまく取りに行こうって言ったって、それは見えてるとこフリーなとこ行ったらバーンとパス出されるし、うんうん、すごい能力だよそれは。ケイタもあれだよ、多分ね、自分が思うほど多分見えてなくて、じゃなくて見やや上から見えてる。サッカー選手多分みんなそうなんだ。代表とか成功してる選手はやっぱやや上から多分、だから俊介ほどは見えてないけどっていう、うん、だから一緒にオービスやってても、あ、そこ見えてたんだっていうところあるもん。俺やっぱボランチだから、ボランチ行きたくてどうしても見ちゃうから、はい、ケータのプレーどうかなみたいな、まあ、どうかなっていうか、ボランチのプレーは気になるから見るじゃん。だから後ろを向いてるのに後ろにパスっていうのは、もういきなりパスをもらう準備してて、そこに、まあ、選択肢の一つとしてパスのコースがあって、うん、そこにパーンって出した時とかは、うん、おそこ見えてたんだみたいなのはあるから。でもね、本田さん、でもそれね、僕30歳からできるようになったんですよ。そうか、いやだからミシャがすごいんですよ、うん、ああ、ミシャね、うん。やっぱミシャは、その育成の部分、うん、だから僕ももっと高校生ぐらいの時に会いたかったなって思いますけど。じゃあそういうね、みんな言う。うん、もう本当にね、あの人に教わってから、サッカー楽しくなりました、うんうん。あ、みんなこういう感じでやってんだっていう。僕は右から来たら右後ろに返すって言われてたんですよ。お前全然前行かねえなって。それちょっと教え方がまずいな、これ。だから、うん、右から来て、まあ、うん、ボランチだったら左サイドの前に展開したり。まあまあ、展開はね。はい。で、怖くてできないこともあったんですよ。うん、でも、それを、こう、上からすごく俯瞰して見えるっていうことは、うん、まあ、俊さんみたいにできないですけど、うん、やっぱ事前の準備とか考え方とか、うんうん、あ、こういうふうにすればできるようになるんだなっていうのがあったので、うんうん、なるほど。だからそういうのは30歳から34歳まで一番成長しました、うん、そうなんだ。サッカーって上手くなるんだと思いましたよ、30歳からでも。全然上手くなると思うよ、うん、青山なんか上手いですよね、うん、サンフレッチェの彼は結構僕の中では理想的な、ワンタッチ使ったり、長いパスも出せるし、体も強いし、すごくこう、あ、いいなって思う選手ですけど、確かに寄りすぎたりっていうところは見てて思うところありますよね、ここ最近の選手たちは。サポートすればいいみたいな感じでね、こうバーって寄ってったりするから、うんうんうん。であとはだからもう ずっと言い続けてるのは、背負ってる選手であっても技術が高い選手だったら一回当てる、一回当てる、うん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 、預けるを最近しないんだよね。だからまあそういうね、ボランチがどんどん出てきてほしいなって、なんか怖がらずにプレーをね、うん、はい、選択してくれるプレイヤーっていうのがどんどん出てきてほしいなと思ったね、はい、今回もね、ちょっと楽しい話ができたかなと。はい、ね、またちょっとケイタのね、やっぱりやってるこう事業というか活動も応援してますよ。ぜひ応援してください。はい、応援してます。今回ありがとうございます。はい、ありがとうございます。佐々木さん、こんな感じで大丈夫でしょうかね。ありがとうございます。はい、はい、3人ですね。
ベスト3を発表していただきました。やっぱりちょっとなんかよく聞く名前ばかりでしたね。最後有名な方がいっぱい出てきて、私も濃い内容で聞けたと思うので、まあ視聴者の方も楽しめていただけたかなと思います。ということで、前回と今回には、鈴木さんを招きしての回となりました。またですね、ちょっと次回が、は別の方になってしまうんですけれども、また機会があればぜひ鈴木さんをお招きしてお話ししてもらいます。ケイタ、またさ、あの浦和レッズと鹿島アントラーズのOB みたいな感じでさ、ちょっと複数でとかって企画がもしね、はい、もしだったらまた、ちょっと参加してもらって。わかりました。嬉しいです。罵り合う、罵り合う回ですね。それでもいいです。わかりました。はい。はい、今回ちょっとありがとうございました。はい、ありがとうございました。またね、またね。またよろしくお願いします。はい、よろしく。ありがとうございます。失礼します。